リサさん、リサちゃん、リップグロスセンターで見れて、センター生で見れてよかったーだって。ありがとう。劇場公演が一番大好きな瞬間だって。一番大楽しい瞬間だって。ありがとう。こちらこそありがとうね。え、これさ、ついでになんかハロウィンイベントなんか乗り越えれちゃいそうで草。あ、でも待って、武道館3日間お疲れ様でした。これからもよろしく。あ、見せてないかも、ごめんなさい。カホさんです、ありがとう。そうだそうだ、自分が何してるのか分かんなくなってきちゃった。すごい、すごい偏差がちょっと好きです。だって曲も好きです。もぎちゃん最高、ありがとう。リオさん、フルーツ大福食べながら書いたら怒られるのかな。ありがとう、リオさん。なみちゃんさん、あれ、なんかさっきもいなかったっけ。それはなんか、初めて応募しました。これからも参加したいと思うので、もし オタク人生は楽しいと思います。ありがとう。ゆきみさん、いいだって。リップグロスのもぎさん、どこを切り取っても ありがとう。一部は仕事中ですが、二部にはなんとか見られるように頑張ります。だって、それは多分今さすがに見えてると思います。なぜなら25分押してるからね。これからもずっと応援しています。だって、また劇場も来てください。こないだ言ってんのって話した。マジで何の話したか覚えてない。頭がやばい。ショールームをさ、じゃあさ、3時間やってくださいって言われたらさ、別に喋れるっちゃ喋れるんだけどさ、こんだけノンストップで喋るかことないじゃん。まあいいじゃん。でも今糖分入れたら絶対眠くなっちゃう気がする。誕生日が1日違いの舞です。だって17日です。あ、前なんか言ってた子いたな。ありがとう、ゆなちゃん。これからも応援してます。大好きだって。ありがとう。見てくれてるかな。はいはい。うさぎ飼ってるアイアイです。一部ありがとう。だって一部の結構序盤だったよね、確か。一番好きなの。ありがとうね。おさちゃんお元気ですか。うちの子は最近健康診断に行って健康だと言われました。のりやん、初選抜おめでとう。念願の選抜やったー。だっていいね。なんかすごく勢いが伝わる。もう始まってた、休めたのじゃないよ、じゃないよ、じゃなくて、何、ノリアンさん、ありがとう。運営の人に、これ私メッセージ読みすぎですか、遅すぎですか、ごめんなさい、でも頑張ってるんですっていう話をして終わりました。マイコさん、あ、マイコちゃんかな。リミスタサイン会参加できて嬉しいです。ニキビになってくれてありがとう。体に気をつけてね。だって私やっぱ2月生まれなので寒さにも強いです。暑さにも、暑さには弱いかな。やっぱ冬生まれなので。ありがとう。マキさん、マキちゃんかな、これは。私の知ってるマキちゃんかしら。
小木さんがジライライン引くときのポイントを教えてください。え、ポイントないよ。左右をなるべく対称に書くこと、あとぼやけないように結構はっきり書くことかな。でもぼやけつつもはっきりしすぎない絶妙なあれですよね。え、でもまだ10時とかだと思ってたんだけど今やっと9時になったのね。よしよし、終電終わりそう。ひなんなん、あれさっきも書いた、ファン歴は浅いですがずっと応援してます。もぎちゃんがもぎらしくいるところが好きなのでこれからもぎちゃんもぎちゃんらしくいてほしいです。大好きです。だってありがとう。そう、良くも悪くも変わらず生きていこうと思います。ちょっと一回フルーツ大福持ちながらでもいいです。でも糸で切ってる暇ないのでフルーツ大福食べながらやります。食べながら喋んなよって言われるわこれ。すっぺ。おいしい。初リミスタどうですか。疲れてませんか。疲れてます。もぎさんが楽しめてたら幸いです。今日も今日とて大好きですって。疲れてるけどめっちゃ楽しい。ゆっくりできたらもっと楽しい。めちゃくちゃ歯に詰まったんだがえ、めちゃくちゃ前歯にパインナップル詰まったんだけどどうしたらいい。うん、ゆうかさん、もぎさんは私にとって憧れで、そんなもぎさんに出会えて応援させてもらえて幸せです。いつもありがとう、ずっと応援してます。だってありがとう、本当にありがとうね。おいしい、ありがとう、嬉しい。どうも、あおい、えりちゃん、かりさんもありがとう。ゆうかさんありがとう、ありがとう。前回もいつも綺麗な声で話してありがとう。また次もあげる、頑張ります。ありがとう。どすこいパンダ、どすこいパンダ、どすこいパンダ。竹井さん、あれから季節はいくつか過ぎましたが、いかがお過ごしですか。私はエミューに好き好きなので、すっきり毎日幸せに過ごしています。竹井さんはミヨンちゃんの人です。ニケビシー残る物語、もぎちゃんかっこいいよ。もぎをビッグラブだって。いや、また BL の話だね。歯に信じられないぐらい詰まったんだけど最悪パイナップル詰まりすぎて問題です。ででん、あやきさん、ゆいりって書いてあやきなんだよ。すいません、お待たせしました。ありがとう。ちょっと歯にあまりにもパイナップルの繊維が挟まりすぎてさ、さすがにさ、なんかさ、ショールームでさ、そんなさ、なんか歯に詰まってんなのままやるわけにいかないじゃん。 MVP 今日の自分の名前まで最高です。今日一日を楽しく過ごしてたら嬉しいな。今日も大好き、繊維ありがとう。だって一日楽しいですよ、たくさん喋ってます。配信っていうかアベマも出て、これも出て、なんか忙しくしてるなって、充実度があります。ありがとう。あさとさん、ありがとう。あさとさん、外仕事が増えて毎日楽しくて幸せすぎて泣いてます。もぎさんしか勝たん、健康第一で頑張ってください。だってね、大丈夫です。健康だけは自信がありますので、引き続きよろしくお願いします。みーみーさん、千風呂立ち祭、最高の公演ありがとうございました。記
今日はゆうちゃんの難航に来てるので配信に行くとも見れないです。 DD ですみません。あまりに押してるからワンチャン見れてる説ないか。これはやっぱ見れてんじゃん。ウケる。あなたがこれを見れてるのは私が25分押したからです。めいちゃんもぎおんラブミーだってかわいい。もぎおんラブミーギャルギャルでかわいい。やばい、手元で書いてるのに手元の感覚がぶっ飛んでってる。ラブミーみーちゃんありがとう。手で書いてるのに手で書いてるみたいな感じがしない。怖い。これからもよろしくね。わら、いいゆうさん MV で目玉焼き焼いてますが、目玉焼きはよく焼き派ですか半熟派ですか。私は半熟派です。あのさ、黄身にさ、なんか白く膜がかからない方法をずっと模索してるんだよね。調べれば出るのかもしれないけど。ねえ、私頑張って喋ってるのにさ、コメントがないっていうことはやっぱりつまんないっていうこと。そうだよね。すいませんでした。上田さん2度目ましてだって、さっきね、三十センターおめでとうございます、人生かっこよすぎますだってね。いい経験させてもらってます本当に。もぎちゃん本当に我ながら人生すごいなと思います。野村さとしさん、あ、すごいフルネームで言っちゃった。まあいいか。森さんの先日涙がちょちょ切れました。また公演お話し会に行きますだって。ありがとうございます。ありがとうね。とても小さな模擬の物語が大輪の花を咲かせる場面を見れて本当に嬉しかったです。とても小さな、まあそうですね、とても小さいです。私はチアさん、活躍の場を広げる茂木さんにたくさん元気をもらっています。いろんな夢を見させてくれてありがとう。そして夢を叶えてくれてありがとう。ずっとついていきますだって。ありがとうございます。なんか本当に私自身何も変わってるつもりがないので、どんどん環境が変わっててテンパってる最中です。チアさんありがとう。嬉しいよ。ごきおしでひろゆき、小木さん初選抜になると、昔はなんだかんだといかちくって候補っぽくてそれも良かったけど、ここ数年は丸くなってあんさんの感じがとても好きです。だそうです。ありがとうございます。あんさんな感じしますか。昔から別にピュアなんだけどな、ずっとずっとピュアで、ずっと真面目なんだけど、初めてのリミスター、もぎさんの可愛い顔面いっぱいのジャケットにもぎさんのサインとても嬉しいです。カホにします、大好きですだって。え、ちなみにこのアザージャケットマジ漏れてるから飾って、マジでみんなよろ。シオンさん、メッセージはないです。サインありがとうございます。アザージャケット嬉しいだって。額縁買いますだって。最近100均とかってさ、めっちゃさ額縁の種類増えてるの知ってる？A3 とか大きいのまであるんだよ。エルドリアンさん、いいな。この達成、初選抜という達成は加入から11年の多大な努力と決心の証だけでなく、ユナモギオンコミュニティから絶大な支持信頼もあるファンや個人としてのその努力を心よりご尊敬申し上げて、絶対多くの人にインスピレーションになるよう。インスピレーションってさ、与えるとかさ、
受けるとかじゃなくて、なるものなのかな。インスピレーションにつく動詞について考えていきたい。動詞、助詞、私苦手なんですよね、動詞とか助詞とか装飾とか。もえかさん、三巡最高でした、キラキラしててとっても可愛かったです、これからも応援してますだって。本当に言ったね。え、マジで聞きたいんだけどさ、これからも応援してますっていう人はさ、本当にさ、次からさ、お話し会とか来てくれるんだよね、グッズ買ってくれるんだよね。本当だよ、約束してよ、もやかさん。手首痛くなってない、なってないよ。でもペンがなんか私の思う濃さに書けなくて、それが嫌だ。ダメだこりゃ。ミルキさん、お、さっき見ててくれたよね。イケビーにいてくれてありがとう。もぎちゃんから生きる活力もらってますだって。ありがとう。こちらこそ、お互いウィンウィン、お互いキャッチ&リリース、ギブ&テイクな関係でいきましょう。来週久しぶりのお話し会だって。白米くん、嬉しい。なんかこんだけさ応募してくれてる人がいるってことはさ、それだけさみんなさ応援してくれてるもそうだしさ、私のその初選抜をお祝いしてくれてる人がそれだけいるってことでしょ。嬉しいです、本当にありがたいですね。また近々お話し会にもお邪魔しますだって。ありがとう。飛沫防止、ふみにゃさん、1部に続いて2部も3円回当選で嬉しいですね。だよね、さっき当たってたと思った。 YouTube や CD 聴きながら届くのを楽しみにしています。これからも Twitter とお店だって活動することはできませんが、グッズなどでかけながら応援させていただきます。ぜひグッズの売り上げも大事です、買ってください。もう眠くなってきた。マニーちゃん、選抜おめでとうございます。私にとって森さんが出会えてよかったナンバーワンアイドルです。いつもありがとう。そして私事で恐縮ですが、本日20歳になりました。今年もたくさん応援させていただきます。大好きですだって。ありがとう、おめでとうね。でも出会えてよかったナンバーワンアイドルのくせに、みおちゃんと私が同時に配信したらみおちゃんの方のランキングに乗るんですね。20歳おめでとうございます。町田さん、町田さんは私の知ってる町田さんかな。ついにあのもぎちゃんが選抜に。ついにあのもぎちゃんってどのもぎちゃんですか。ファンレターで泣いてしまってもキモがらないでくださいね。だってキモがりませんよ。全然冗談じゃなくて、あ、そういうところあるんだって思う人なので、私はあの泣くとかじゃなくて、あの泣く方じゃなくて、町田さんの方ではなくて、一個前に戻る。ヒアルさん、ヒアルさん、綺麗で可愛い茂木さん推しでよかった、大好きですだって。ありがとう、ヒアルさん。最近コメントよくくれる気がする。ミカさん、武道館コンサートお疲れ様でした。3日間とても楽しくて、もぎさん最高でした。これからも、あ、コメント欄にヒアルさんいる。ヒアルロンティーソイノさん、これからももっともっと AKB と共に進んでくださいまして、ずっと応援してますので、ありがとう皆さん。嬉しい、ありがとう。杉山さん、杉山さん見てるかな。
クマスおめでとうございます。嬉しみずだって思ったじゃなくて、ブロニアだと思ったよ。嬉しみず、ありがとうじゃん。くそー、コンギフレンドパークの現場に持ってきてもらってサイン書いとけばよかった。杉山さん、ありがとうございます。私もよろしくお願いします。ありがとう。嬉しい。でもこんな休みなく仕事してる、忙しいみたい。嬉しいね。人気みたいじゃん、ミッキーさん。選抜した時は嬉しくて泣きました。これからも森さんの活躍を応援しています。ありがとうね、本当に。人気者だね、だって。くっさん、小木のターンまだまだ続くよ、だって。なんか次回予告みたいだね。小木のターンまだまだ続くよ。 CM の前のジングルみたい。小木のターンまだまだ続くよ。ありがとうございます。はい、森さんに会えて、羊さん、この配慮を咲かせたタイミングで森さんを押せてることがただただ幸せです。森さんのおかげで日々のお仕事も頑張れています。たくさんの幸せを本当にありがとう。森さん大好きです、だって。ありがとう。お仕事偉いですよ、毎日頑張って。そう、すべてはタイミング。あ、羊さん返事してる。いいお返事。森のターン続けましょう、だって。ありがとう。お、佐藤ちゃん再び。もぎちゃん大好き、ずっともぎちゃん欲しい、だって。ありがとうね。ぜひ私の現役の間はずっと私を知っていてください。感じのあてないしみました。サイン届くの楽しみです、だって。待っててね。きつねさん、さっき緊張するってコメント欄で言ってた。おぎおたれぎはそんな長くないけど、初選抜という記念すべき瞬間に立ち会えたことを本当に本当に光栄に思っています。これからもよろしくね、きつねより。そう、歴の長さを気にされる方が多いんですけど、歴の長さではなくタイミングだと思うんですよね。今この瞬間に私のことを知ってくれている皆様に感謝感謝です。コン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 。あ、お兄さん嬉しい。あざしめっちゃ可愛いです、好きです、だって。これなんか LINE だったら赤いびっくりマークみたいな感じするね。めっちゃ可愛いです、好きです、赤びっくりびっくり。ね、このコメント一緒に考えてくれる？来週2倍行くんですけど欲しいものありますか、だって。え、何が有名なんだろう、だって食べ物はダメじゃん。なんか欲しいのあるかな。ユニバって何がおすすめなの？お土産、食べ物以外で何が有名？何があるんだろう。じゃあ全然わかんないけど、なんかあったかい部屋着ないかな。あったかい部屋着、可愛くてあったかい部屋着。島選抜っていいもので、周りの人からおめでとうと言われるのがここまで嬉しいと思ってもなかったです。これからも何とぞ、だって。まあ、周りにおめでとうって言われるってことは、それだけ自分は模擬推しなんですよって言ってるってことだから、それだけいつも拡散してくれてありがとうございます。あ、ちなみに可愛い部屋着はお揃いにしよう。お世話になっております、島です、だって。なんでそんなに なんかかしこまってるの。私がいつも言ってるフルネームで名前書くわけにいかないもんね。カメさん、メッセージなしです。さっき会ったのに。
その約束に嘘はない。かけよってね。ゆしきさん、おもろいことコメント。茂木さんファンの仏の一人としてこれからも応援させていただきます、かっこ本当の仏になるまでだって。そしたら仲良くなくなっちゃうじゃん。本当の仏になってもでしょ。本当の仏になるまでだったら近いでしょ。嘘。ありがとう、仏だと思ってるよ。あやかウィルソン、え、待って、過去一アイコミルソン可愛く描けたよ。頑張ってね、アイコミルソン、楽しみにしてるわ。アイコジュニア、ジュニアっていうの子供、チルドレン、ジュニアキッズ、アイコキッズ、絶対に初恋の人にさせるわ。その生まれた子が女でも男でも私のこと初恋にさせよう。みんなの日なのさん、一生好きだって。武道館も公演も波動も楽しかった。可愛くて綺麗で眩しかったです。また早く会いに行けるように、急にメッセージモードにならないように気をつけます。今日も一日ありがとうだって。そう、治りましたよ。ありがとうね。可愛い写真もいっぱいありがとう。小田さんとの写真とか。ひな、ひな。ひなひなさん、さっきも書いた。毎日本当に可愛いです。人生幸せありがとうございます。嬉しい。私が可愛いことでさ、人生幸せって言ってくれる人がいるんだね。可愛くてよかった。誰？調子乗りすぎな。ありがとう。だって可愛いって言ってくれることによって私がより可愛くなるんです。相乗効果やね。お、哲也さんやん。見てる？哲也さん。これからも綺麗で可愛くて面白いもみさんを応援し続けます。大好きです。だって。ありがとう。結構やっぱ長いよね、哲也さんも。見てくれてる？あ、この前公演楽しかった、だって。コメントしてくれるんやね。ありがとう。ほのちゃん。ゆなもぎおんチャンネルの森さんに出会い、森さんのおかげで今の自分がいます。森さんは私の憧れです。大好きです。だって嬉しい。ありがとうございます。私の憧れです。だって何歳なんだろう。いくつですか、ほのちゃんは。ありがとう。危ねえ、目にぶっ刺さるところだったぜ。お、フルール一部ありがとう。このリミスタが森さんの初サインと思ったら、タワレコのポストカード自分で当てちゃったよ。宝物たくさんだ。武道館楽しかったよ。また会いに行くで待ってて。だって。すごい、自引きしたんだ。私のこと自引きした人いますか？いたらすごい。ありがとう。わ、哲也さん8年だって。長いね。はーずき。これからも応援します。大好きです。だって。ありがとう。お、自引きした人意外といる。あ、ほのちゃん24って。若いね。はずきちゃん、ありがとう。これからも応援します。だって。ありがとう。意外と自引きしてる人いる。すごいね。やっぱ思いが。引き寄せの法則ってやつ。青みのさん、歌番組でもさ見られて幸せです。見るたびにますます美しくなっていく森さんに日々メロメロです。だって素敵な女目指して自分磨きします。森ちゃん大好きだって。
ありがとうね。素敵な女に見えてるってことだよね。嬉しい。ありがとう。ハリー、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 ハリお、青みょんです。もぎさんは本当に素敵だって。よかった、素敵に見えてるみたいで。コンサートのもぎちゃんも劇場でのみんなさ、ハッシュタグとかでさ、趣味の時つぶやいてくれてるの見てるよ。歌番組のもぎをもぎさんもお話し会のもぎさんも全部好きですだって。なんか私のファンも俺も好き、超愛めっちゃ可愛いんだけど。ゆうじさんありがとう。ゆえさん再び。今度囲碁で対決しようね。もぎさんが初選抜、もぎさんが選抜入りして参加するまでリミスターは我慢してましただって。可愛いも綺麗もかっこいいも更新し続けるもぎさん最高で素晴らしいです。これからも押させてください、大好きですだって。ありがとう。これからもそう思ってもらえるように頑張ります。ハラム好きですって可愛い。にゃんさん、武道館3日間お疲れ様でした。超絶幸せでした。これから新曲が発売になり忙しくなって大変だと思いますが、歌番組等での活躍楽しみにしています、大好きですだって。ありがとう。この間2列目でね見てくれてありがとうございました。ゆりえちゃん、公演最高でしただって。おじさんかわいい、大好きですだって。ありがとう。毎日聞いてるの嬉しい。ありがとうね。おじさんかわいいだって、今まさに書いたよ。めいめさん、もぎさんハイトーン同士これからもよろしくお願いします。もぎさんかわいい、好き大好き、かわいすぎます。これからもずっともきもぎさせてくださいだって。もきもぎしてください、ぜひ。めめさんありがとうございます。次はリミスタで買います。そうですね、次のリミスタも参加できるように頑張ります。ゆうきさん、日々忙しいとは思いますが体調に気をつけて元気で楽しくいてくれたら嬉しいし幸せです。これからも応援してます、大好き、いつもありがとうだって。こちらこそありがとうございます。もうダメだ、文字間違いすぎ。はい嬉しい、ありがとうだって。ね、これさ余分に印刷してるにしたってさ、何枚印刷してくれてんだろう。30枚ぐらいさ多く印刷してくれてないと私間違いすぎてて絶対足りなくなるんだけど、足りなくなったらどうなっちゃうんだろう。夢のような選抜、これからも一緒に素敵な景色を見よう。ダイエットはついセクシーさが消えてる。2023年はおいちゃんの写真集楽しみにしています、大好きだって。おばあこまおよ、あ、スカイウェーブ奈美さん、さっきも書きましたね。こんにちは、2回連続選抜によると通常に
カイウェーブナメさん、チャンジューセンター最高でした、熱いものが込み上げてきます、体に気をつけてくださいね、だって30分経過して人気者、この子の ブブカはインタビューですか、そうです遅れてんだから普通の質問に答えてる時間ねえだろって話だよね、わかるわかる、セッキーさん少し前で人生一距離近な瞬間があり、あまりの綺麗さと可愛さに心臓がギュンってしました、好きが溢れました、もうこれは恋です、これは恋なんだ、あ違う事故なんだだったっけ、そういうのありますよね、これは事故なんだ、ヤーさん森さんに出会って人生本当に楽しいし幸せを AKB 人生を選んで歩んでくれてありがとう、久々に早くオフラインで会いたいな、オフラインっていうんだ直接会うの、あそっかオフ会っていうのね、これからもいっぱい思い出作ろうね、だってありがとう、これからもよろしく、ももさん、さっきも書いた可愛い字だよね、燃える100って書いてももさん、2部も当選してウルトラハッピーでーす、だって女性アイドルも初めて推しになったのがもみさんです、 MV 毎日見て私の推し最高すぎると幸せいっぱいです、体気をつけてね、だってありがとうございます、久々にドアップ、吉野さん10月はいっぱい会える気がするって、ほんと10月もう半ばというかそろそろ終わりますよね、あっという間すぎて引く、吉野さんありがとう、声もまた来てね、お話し会来てくれるってことかしら、カノさん、モミさんも頑張ってるんだから自分もって毎日元気もらってます、モミさん推してて幸せです、だってありがとう、お互い様だね、お今月あと2回ありそうだって、来週のお話し会参加しますだって、カノさんありがとう、待ってるね、いっぱい話すことあるよね、久しぶりだから、愛が欲しいんだよ、ワンダフォナー、ワンダフォナー、星宮なるみさん、もぎさん大好き、過去クソデカボイスだってお話し会じゃほとんど喋んないくせに文字だとクソデカボイスね、そんぐらいの心持ちってことでしょ、ありがとう、お話し会でもそんな風に言ってくれる日を待ってます、 いきなり叫ばれても困るんだけどさしーちゃんさん、選抜に入ったことによって活躍してる姿を見るたびに嬉しくて応援していて幸せです、これからもずっと大好きです、だってありがとうね、そう言ってもらえた本当に嬉しいです、引き続き頑張ります、足かゆい、こっこちゃん、まだまだこれからもずっと森のターンが続きますように、森さんのことが大好きすぎて困りまくってますだってかわいい絵文字、顔文字か、ありがとうございます、本当に本当にお顔が可愛いなって言われた、髪ボサボサになってきちゃった、おたちゃんこんにちは、山の県内館だけど楽しく配信してます、お題の新規です、一度も自分の感じこれからも頑張れ、お題にして自分の使ってくれたらおたちゃんの考えに聞きましょう、わらまたね、指は大事ね、ゆみこさん、ありがとう、ゆうゆう
小木さん、大好きです。赤びっくりいっぱい。赤びっくりいっぱいかな。小木さん、大好きです。みこさん、ありがとう。まだ見てる、ちゃんと。アスカ、アスカちゃん。私事ですが、本日20歳になりました。最高の誕生日プレゼントです。改めて初選抜本当におめでとうございます。チャンチューセンターとか焼いてたよ。出会えて幸せ。ずっと応援しています。だって20歳おめでとう、アスカちゃん。20歳楽しんでください。酒は飲んでも飲まれるな。お、あんりちゃん、漢字で来ると分かりますね。はじめまして、応援してますね。小木さん、愛してるって見てる、ちゃんと。赤びっくりできてる。小木さん、大好きです。私も大好きです。私最近流行ってんだ。あんりちゃん、ありがとう。私最近ハマってんだ、赤びっくり。はい、ちょっともう終わった。ま、うん、やばもうお腹空いて、ご飯やばじゃん。ご飯食べたいんで。え、お父さん終わったんだって。持ち帰ったら処分しません。明日のドボンのね、リハーサルもあるので早く見て練習して。あ、やばい、めちゃくちゃサイン顔にかぶった。なんかにゃーい、今日も可愛いだって。今日朝の9時からドボンのリハーサルして、休みの可愛い、あのボートレースのおめでとう。誕生日だったんだって、リザちゃんが。読まなくていいって言われたけど読んじゃった、ごめん。おめでとう、いい1年にしてね。今年もよろしく。小林、フルネームだ、めちゃ。でも SNS もそれでやってるから。あ、やってなかったっけ。え、コメントもそれでしてるからいいよね。小木さんのソロジャケットなんて嬉しすぎます。ありがとうございます。だって本当だよ、ありがとうね。これからも何卒よろしくお願いします。だってこちらこそ長いんですね、歴が。ありがとう。すごい、本当に終わるんだ。シュンさんは、シュンさんはさ、これは一部にいたシュンさんなのかな、それとも二部から二部に当たったシュンさんなのかしら。何事も頑張っている茂木さんが大好きです。茂木さんがいるから僕もいろんなことと頑張れています。これからも頑張ってください。茂木さんラブです。だってシュンさん、ありがとうございます。頑張ってね。あ、僕じゃないです。だってでも私がいるおかげで頑張れてるってことで。じゃあ一部のしゅんさんだな。これからも頑張ります。お互い頑張ろうな。ちょっとリップだけ塗っていい？さっさとやるよって思ってる人、はーい。まあまあ騒ぐな騒ぐな。カープシイワンさん、歌ってないでメッセージ読めってな。わかるわかる。
森さんが気持ちを強く持ってひたむきに努力して結果が天罰入れたと思います。とても幸せな気持ちになりました。さらに自慢の推しになりました。ありがとうありがとう。こちらこそ自慢のオタクだよ。小雪さん、一部ぶりです。二部とも当たったので最高です。だって森さんが武道館を終えると森さんがもっと好きになりました。これからも素敵な森さんがたくさん見られるようにオタク頑張らせてもらいます。次はお話し会にお邪魔します。またね。だってぜひリミスタスタートでお話し会たくさん来てくれるっていうのも嬉しいのでぜひ来てください。幸せってここだろう。トゥル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 トゥまーいこさん、トゥントゥンハッハ。いつでもだけで唇こんなにも。選抜おめでとうございます。もぎちゃんのファンでいれることが何よりの幸せです。大好きかっこてれ大好きかっこてれ。僕はずっと忘れない。はるちゃん、あ、やっぱそうだよね。公演も波動も最高に楽しくて可愛かったです。だって逆だった。可愛くて楽しかったです。だった来週の波動も楽しみ。だって、え、来週の波動も来んの。すごいじゃん。ブーも僕たち出たかった。僕隊と、僕隊っていうか波動ってみんな的にどうですか。楽しい。それは近いから楽しいか。あ、セリナちゃんじゃなくてセリナさんって書いちゃった。バイバイ。気をつけて帰ってね。おつ、想像より楽しかった。だって今週のは楽しそうメンツで最高でした。だってね、わかるよ。セリナちゃん、本当に選抜嬉しいです。またお話し会とかでいろんなお話ししようね。だってラブラブ楽しいです。27日来ます。だってオンジェッカジイルボーノールイルボーイルボーネーいっそよ。オンジェッカジオキちゃんとパリテグンハジャ結婚はごしっぷんで味くなじくなじまなんだったっけ。分かんなくなっちゃった。最近勉強してないからな。ここやん。サインもらえるの久しぶりで嬉しい。だって確かになんかココやんって名前見、今言えた。ココやんって名前見るの久しぶりな感じするもん。ありがとう。波動行きます。だって、嬉しい。絶対にチーム K にボールくださいね。そうだから波動の裏話をすると1回戦はちょっとまあ様子見いいかなみたいな感じでやってたら、なんか小田さんが負けた瞬間にめっちゃ悔しい、絶対勝ちたいみたいな言うでしたから、推しが言ってるなら勝たなきゃと思ってめっちゃ本気出したら8点差で勝ちました。ありがとう。しゅんさんすごい。なんか個人情報系は消されてるんですね。でも解読しよう。読めない。改めて選抜おめでとう。そして本当にいつもありがとう、もぎさん。だってなんかいっぱい消されてるよ文章かわいそうに。なんて書いたか教えて今度。ゆずさん、初選抜&ついにリリースおめでとうございます。私はまだ新規だけど記念すべきタイミングにも餃子でいられたことがすごく嬉しいです。なかなか直接会いに行けないけどこれからも大好きです。文字数足りない、体に気をつけてほどほどに頑張ってください。だって私ほどほどが一番得意なんですよ。あゆずさん、いいお返事ですね。ありがとう。よし、あのね、今日ちょうどね、
なんか TikTok 見てて、犬がため息をつくのはどうしてでしょうかみたいな、なんか落ち込んでるのでしょうかみたいなのに対してね、実はそれは落ち込んでるんじゃなくて満足してる時に深くため息をつくんですよって書いてあったの。だから私が今つくため息もそれだと思ってください。とっても満足しているから深くため息をつくんです。ワンワン。さきさん、ジャケ写、ユナモギオンジャケ写嬉しい、楽しい、可愛い、大好きです。冬も捨てがたいですが、このシングルで夏のモギさんが最高になりました。エモい夏の光が似合ってて良すぎて切なくなります。これからどんなモギさんが見られるのか楽しみにしています。よく口回ったな私今、すごっ。さきさんメッセージありがとう。あ、どういうこと、半分、ちょうど半分、ありがとうございます。今ちょうど半分終わったということで、ここまで1時間かかっております。52分です。52分かかっているということは、今から52分かかるということです。なんて現実、現実は小説よりもきなりって、こういうこと。はい、ということで、ちかさんです。千の夏と書いてちかさんです。ほうほうほう、なるほどね。内緒、じゃあ文章は内緒にしますね。文章は内緒です。マジでキングの人に嫌われないか心配、こんなに遅れてえ、あの本当に一応確認なんですけど、あのリミスタの時はあの星投げちゃいけないとかそういうルール全然ないので、私リミスタしつつ、なんかこのあ、でもハロウィーンイベント別に立候補してないんだった、なんやねん。折り返しですよ、まさにまさに。みんなちゃんと見てくれてる？なつさん、1年半前にたまたま YouTube をおすすめで見つけて、自分がビューティーアドバイザーとして働いていることもあり、メイクとかそういうところにも惹かれまくりました。まだライブには勇気がなくて行ったことないですが、いつか必ず行きます。だって、お話し会とかもぜひ来てください。メイクについて話しましょう。私結構メイクオタクなので。まだかよって思ってます？あと1時間かけますよ私は急いでるんですこれでも。無駄なことあります？私頑張ってます。あと半分、半分以上いってる？ガチ？やった。どうなんですか、ちょうど半分ぐらい。スタッフさんもぐったりですな。だって本当ですよ、ごめんなさい本当に。いや逆にですけど、逆にこんな元気なのすごいと思ってる。私今頭おかしくなってんのかな、山本から。やめなよ、柴かなさんです。柴かなさん、もぎさん日に日に綺麗になるもぎさんが大好きです。だってまあ否定しないよね、やっぱ昨日の自分よりも綺麗ではいたい。はるぶちゃん、就活で来年土日勤務だからお話し会とか行くこと減っちゃうと思うけど、平日休みだから劇場行けるときたくさん行こうと思います。もぎちゃんが選抜入っていろんなお仕事入っていろんなお仕事してるのに刺激を受けているので、私もお仕事頑張ります。好き、チェキ、ありがちゅう。はるるちゃん、ありさちゃん、今日までたくさんの素敵な感情と景色と思い出をありがとう。私の人生、もぎさん抜きでは考えられないものになっています。これからも私の元気の源でいてください。選抜やったね、最後に伝えたいことがあるんだ。私本当にもぎちゃんの、もぎさんのことが大数かっこ文字数だそうです。ありがとうね。私が卒業するときとかさ、ありさちゃんどうなっちゃうんだろう。別にさ、なんか上メソメソとはならないだろうけどさ、なんか私が上メソメソってなっちゃいそうで心配なんだけど、大丈夫かな。まあありさちゃんに限らずだけどさ、なんかみんながさ、なんか辞めるのを受け入れていく中でさ、私だけ逆にさ、なんかさ上ってなっちゃいそうで心配なんだけど、いや全然決まってないんですけどね、安心してください。もぎさんのこと、あんりちゃん、もぎさんのことが大好きです。いつもたくさんありがとうございます。こちらこそ。
ワンダフォーラー、アイラブユー。すごいさ、あれだよね、17期のやつさ、坂道系っぽい曲っぽいよね。マナティさん、この前初めて坂上がり公園に入ってキラキラな茂木さんにさらに惚れました。茂木さんのパフォーマンス大好きです、また遊びに行くね。だってぜひ来てください、私結婚よく出てるので。ももちゃんがねよく舞台出ているので、その同じポジションなのでよく出ることがあるので、ぜひ来てください。お、2枚持ってた、ラッキー。あ、なつさん、来週お話いきます、メイクについて話しましょう。だって BA さんのなり方聞いとこうかな。アスナさん、いろんな名前のパターンね。茂木さんのことが大好きです、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 大好きです。重要なことなので5回言いました。だって、もうこれはさ、アニマル浜口さんやん。大好きです、大好きです。もうそうやん。ありがとう。俺も大好き。タムナス。森さんへ、今日も大好きです。だって生きてる？へいへい。へいへい、タムナツ生きてる？元気？生きてる？どうですか？元気ですか？ありがとう、リミスター応募してくれて。お仕事頑張ってね。なんかしなきゃ始まんない。豆腐さん、初選抜おめでとうございます。当たりますように。当たりました、おめでとう、イエーイ。当たりましたね。生きてます、ここにいます。あ、見せてねえや。豆腐さん、ありがとう。コメントミスってるとか言ってたけど、特に気にしてないので気にしないでください。あ、いえ、お、名前が一部から変わったね。ウルミヤさん、今日も可愛すぎるねって、見る前から売ってんじゃないの。やっぱり僕の対応で天使なもぎちゃん、これからもハートをもきもきにされ続けたいな、大好きだ。だって、あはんあはん、どこにいても、あはんあはん、何をしても、ただいま恋愛中ってが。ありがとうございます。初選抜おめでとう、あまいこさんです。いつももぎちゃんに助けられています。出会えてよかった、同い年の頑張りは私の頑張る源です。本当にありがとう。そろそろお互い体に気をつけるためにもストレッチ頑張ろうね。またストレッチ教えに行きます、大好き。だって、ありがとう、教えて。いつもなんか体に不調あると聞いてるんだよね。ありがとう、いつも。ダワさん、13期とユーナーモギオンが大好きでずっと応援してます。初選抜本当におめでとうございます。モギちゃんのこれまでの努力と頑張りに尽きる、モギのターンかっこよすぎ。いや、尽きないんですよ、それが。まあ努力だけじゃなくて、やっぱりタイミング、そして周りへのあやかり、そんな風にモギはできています。引き続き頑張ります、よろしくお願いします。ちょっと待って、何回も言うけど今日コンディション良すぎだろ。この後に及んで何言ってんだって話。つよぴーさん、お、さっきぶりですね。歌番組にたくさんユナモギ呼んでテレビ出演するから嬉しい、これからも頑張ってね。だって、ありがとうございます。よかったら普段の配信とかも見に来てくれたら嬉しいです。ジオピーさん、ありがとうございます。リミスタに照準を合わせてきたモギさん、本当ですよ、なんでだよ。ひーちゃんさん、ひーちゃんさん、ああ、ビンゴの、AK ビンゴの水族館デート企画からモギオンを好きになりました。って、うえ、何年前？選抜発表の時は、家族と一緒に見てたにもかかわらず大号泣してしまいました。モギちゃんをいろんな番組で見るために感動しています。だって、ありがとう。ツイートとかもしてください。ぜひ、コメントとか、お話し会にもぜひ直接来てほしいですし、ぜひ。
AKB の時は、まあ、男の子っぽかった男装してたからねかもしれないけど、今はちょっとレディーになってるので、ぜひそれも劇場とかに見に来てください。待ってます。気分転換にペンでも変えるか。ああ、よし。ひーちゃんは呼ばれた瞬間膝ぶつけてしまった、あざになりそうですが、これも思い出です。だってやだ、体にあと残っちゃってんじゃん。何言うてまんねん。かなさん、体にあとつけちゃってエッチだね。何言うてまんねん、勘弁して。初選抜本当におめでとうございます。麦のターン有言実行の麦ちゃん、かっこよすぎます。これからもずっとずっと応援してます。だってありがとうございます。偶然にもそんな風になってしまいました。嬉しいです。あ、はるなさん、メッセージなし、書き忘れちゃったかな。いいだろう、そんなこともあるよね。そう、ズッキーはね、今日ね最初からね違う部屋なので、ズッキーがいるかいないかわかんないですけど。あ、はるなちゃん、武道館の4年ぶり脱茶の間、高校生で茂木さんの現場通っちゃう私ももう社会人、今日も好きだって。やっぱそうだよね、なんか久しぶりになんか名前見たと思って、社会人なんだ。また会いに来てよ、劇場とかもね。まなきさん、珍しい名前だね。まなきさん、はじめまして。 YouTube とかショールームとかいつも見てます。初選抜おめでとうございます。茂木さんにビッグラブだって、ありがとう。今も見てくれてる。ビッグラブの語源について教えていただけたらもっと嬉しい。まなきさん見てくれてるかな、ありがとうございます。かなさん、同い年だって。もぎちゃん初選抜おめでとう。同い年としてもすごい尊敬しています。これからも応援しています。だって、いや私はね同い年でね、なんかもう働いて先輩みたいな立ち位置になってるみんなのことももちろん尊敬してるんですよね、社会人で。本当に尊敬してます。お互い頑張りましょう。やっぱ芸能界慣れてるからさ、私も10年芸能界じゃないか、別に AKB の活動にはさ、やっぱさ10年いるからさ、良くも悪くも慣れてるわけですよ。そういう観点で考えたら、やっぱりそのね、社会に出るってすごい大変なことだから、やっぱりこっちは囲われた中で生活してるからさ、外の世界でいろんな人と交流を持って生き延びてるみんなすごいと思いますよ。お互い頑張ろうな。リュウトさん、ユーナオン、お話し会とりミスターのユーナオンの3人はサイン持ってて、茂木さんのだけは持ってなかったので、これで4人コンプリートできて最高です。カホにします。だってイエーイ、4人一緒に飾ってくださいね。お、まなきさん見ててくれてる、ありがとう。よしきさん、気づけば茂木さんファンになって約10年になるけど、しつこい性格なのでこれからもずっと応援しますから、ファンが増えても今まで通り雑に扱ってくれてもいいので仲良くしてください。だって、お、さっきまでちょっとなんか当たり障りないことばっか、ちゃんとまともなことばっか書いてたのに、いよいよ出てきたな、いじられたがりの、いじめられたがりがよ。おん？よしきさん、10年のおじです。10年来の中のおじです。いじめられたがりなんですか、にゃいちゃん。ちょっと片鱗が出てきちゃったんじゃないの、いじめられたがりのこの子の。へいへい、にゃいさん、もぎさん大好きだって、俺もに。めいちゃん、いっぱい劇場行きたいから転職するか迷う、そろそろ僕対もぎさん見たいな。だって、僕対もぎさんはいつでしょうね、まあ10月中はないかな。なんか仕事忙しそうだもんね、めいちゃん、ありがとう。まあ自分の好きな仕事してください。やめてよ、もう10時とか言うの。私が一番思ってんの、もう10時って。なんかしなきゃ、
選抜発表やチャンジュでみんなに祝福される茂木さんが素敵だと思うし、私にとっては生きる糧ぐらい大好きです。武道館3日間行けてよかっただって。これからもたくさんキラキラな姿見たいですだって。ありがとう、頑張ります。サインありがとうだって。トナさん、トナさんメッセージ入ってない、間に合わなかった。おいえ、もう少しだよって言われても全然もう少しじゃないんだな、それがいや、私がサインたくさん早く書けないのが悪いんだよね。トナさんありがとう。あ、アイルさんもありがとうね。あとこんぐらいです、進捗状況を着々と教えていくスタイル。で、ケツ熱い、なんか椅子座ってるとわかる。ケツっていうのやめなよ。チータンさん、チータン星ですじゃない「おいらもド M だから大丈夫ですな」って。何が大丈夫なん、全然大丈夫じゃないんだけど笑。初選抜おめでとうございます。武道館よかった、コンサート行きました。 YouTube で茂木さんのこと好きになって、武道館の最前で初めて見た茂木さん、本当に綺麗なお姉様すぎてもっと大好きになりました。これからも茂木さん大好きですだって。すごい、最前で見たんだね、ありがとう、すごいじゃん。ケツっていうのやめなよ、本当に、本当そういうとこだよ。誰が誰に言うてんねん。しゅうかさん、はじめまして。はじめまして。茂木さんが頑張ってるのを見ると私も頑張れるし、茂木さんが笑ってるだけで幸せな気持ちになれます。いつもありがとうございます。おんちゃんのサインと並べて飾ります。うちのカホにします。だってぜひカホにして飾ってください。ありがとうございます。熱い、なんで喋ってるしかやってないのにさ、熱いんだよね。劇場フルキャパになってさらに近くなりましたね。だってまさにまさに本当ですよ。あ、プードルさんや。チャンジュンでセンターで踊歌っている茂木さんを見て本当に嬉しかったです。AKB でアイドルになってくださって、ここまで続けてくださってありがとうございますだって。ありがとう、こちらこそ。大好きです愛だって。愛、ありがとうございます。よいしょ。どうしたら顔が可愛く見えるか一生考えてるんだけど。智則くん、ゆうなもぎゅんきっかけでファンになって初めてサイン会参加しました。おーすごい、武道館でもぎちゃんのパフォーマンスが見れてよかったです。初めてのサインお宝にするし届くの楽しみにしてますだって。大事にしてください、お大事にどうぞ。パタボー、もぎちゃん大好き、かわいいね。そう、横にカメラ置くっていうのもありだよね。でもそんなことしてる場合じゃないんだよ。わかるわかる、全然わかる。これでこうやって描いたらちょっと下目から撮ってみるっていう。あー下向いちゃう、どうしても。なんでこれか、やっぱり。どう、ちょっとアングル変えてみてよ、長く見てる人も飽きないように。私も上向かなくていいしね。顔ちゃんと映ってますか？いい、その感じだって。はたぼうさん、もぎちゃん大好きだって、ありがとう。見下されてる感じでいいですだってね、何言ってんの大丈夫そう？そうなの？公共のコメントに書いていい？公共じゃないか、別に。ユーナーもぎおんチャンネルから気になって選抜に入って泣いちゃうくらい嬉しくて、すっかり好きになったこと気づいちゃったよ。
武道館3日間席は遠いけど麦茶を見れて幸せだった、初めてのサイン嬉しい、宝物ずっと応援してるね大好きだって。初めてのサイン大事にしてくださいぜひ。いいんじゃない、この画角もしかして正解なんちゃうの。みほさん、私はなんでこん、私はこんなにも茂木さんのことが大好きなのに、茂木さんはなんで私のこと見てくれないの、私のこともっと見てくれなきゃやだ、見てくれなきゃ寂しいな、もっと見て、私は本気ですよ、茂木さんの全てが大好きなんです、私だけの茂木さんでいてくださいだって、だってあなただけの茂木だよ。なんでそんな寂しいこと言うの、君のことばっかり見てるのに、なんで見てないっていうのかな、もぎのこの気持ち届いてないのかな、寂しいなっていう世界線ね。あやさん、湯川の時のもぎたつわのわちゃわちゃを見てニヤニヤしました、いつも元気をもらってます、これからもおさせてください大好きですだって。そうなんですよ、さきちゃんと本当にね 2,3 曲のためにひな壇出て一緒に踊ったり、クラウチングスタートで吐けたりしました。あ、ごめんなさい。心理さん、コメント書き忘れちゃったの、ないですけど、でもさっきからコメントしてくれてるよね、ありがとう。何が欲しいんだよ、心理さんありがとう、はい、ありがとうございます。だってあやさん聞き分けはいいんや、あ、違う、それはみほさんだった、順番子がぐちゃぐちゃになっちゃった頭の中。このアングル最高やな、だって元気マンさん、いい名前だね、ヤッホーマンじゃん、元気マンさん、ゆなもぎおんで選抜に入れたのはすごく嬉しかった、13期にやっと花が開いたなぁと感じた、この先4人でコンサートもやってほしい、今月30日のオンラインでいろいろ話そうね、18日に13期が3人も出演して最高だったね、やっぱり同期がいるとすごく楽しいです、ありがとうございます、元気マン、元気マン、よいしょ、暑いけど長袖にしよう。なるさん、ゆなもぎを見て好きになりました、もぎちゃん選抜おめでとうだって、ありがとうございます。ゆなもぎおん、すごい影響力を感じてます、もぎ自身のことも好きになってもらえるように頑張りたいと思います。見下ろされてるのいいねだって、でもあんまり見下ろしすぎると私顔がふっくらしてるのバレちゃうから、しかも夜になってむくんでるのやばいから、こんぐらいにしとこうかな。福地学さん、あ、学さんや、福地学さん、前から応援しています、今回は本当に選抜おめでとうだって、ありがとうね、いつもお話し会も来てくれて嬉しいです。あ、見せない、マダブさん見てますか、福地さん見てますか、おぎちゃんのリミスタ完遂を祝してお酒を飲みます、 KP だって、まだやん、まだ終わっとらんやん、まだ飲むなよ、ね、私がさ、まだ飲むなよとか言ってるのさ、ネタじゃん完全に。でもさ、初めてさ、私のさ、この配信見てる人とかさ見たらさ、私って本当に普段からさ、こういう口調の人なんだって思われるよね、まあ、実際そうやって出てるってことはそういうことだろうって言われるかもしれないけど、じゃなくてさ、ふざけて言ってんの、わかる、このニュアンスの違い。しゅんごさん、チャンスの順番をようやくつかめて本当に嬉しいよ、これからももぎちゃんのことを応援してるよ、頑張ってねだって、ありがとうございます、頑張ります、引き続き。え、私ね、意外とね、言葉遣いは綺麗なんですよ、なんかちょっとなんか何、田舎っぽい言葉のことはあるけど、田舎っぽいというか、何、まあ下町、下町じゃないか別に。そうそう、
意外と言葉遣いはなんとかじゃねえよとかってあんまり言わないんだよ。なんとかだろうとかもあんまり言わないんだけど、じゃないとか言うけど、そうなんですよ。はるきさん、衣装似合ってて MV とっても素敵でした、だって。ありがとう。このジャケットもいい感じなので、ぜひ大事にしてください。もぎのこと大事大事ってしてください。みつみさん、お、今まさに呼ばれるまで緊張するって言ってた方だ。小学生の時に AKB を好きになり、その頃はテレビで見るだけでしたが、今大学生のもぎさんに出会えて、また AKB を好きになって、 CD 購入もお話し会もライブも劇場もデビューしました。魅力ながら応援させてください、だって。すごい、すごいね、人間って成長するんだありがとうございます。ぜひとも今後ともよろしくお願いします。まあ、バイトなりでたくさん会いに来てくださいありがとう、いいお返事。ゆきえさん、なんかいろんな、会いに行きます、成長しましたね。え、人間って成長するんだね。呼ばれないんじゃないかと思い始めてる。え、そんなことある、当たってるのに。いや、当たったからそれ期待してるんだね。ゆきえさん、初選抜おめでとう、努力の賜物だよ、だって。これからもたくさん泣いてたくさん笑う等身大のもぎさん応援しています。ありがとう。私も嘘はつかないように。ゆきえさん、仕事中で見られませんが、これからも応援しています、だって。 B 頑張って。こっちゃんさん、 YouTube でオタクに出戻りしました。今の AKB が大好きです。そしてもぎさんに惹かれてすっかりもぎオタになりました。体調に気をつけて頑張ってください、応援してます、だって。ありがとう。たくさん話しましょうね、たくさん仲良くなっていきましょう。ありがとうございます、こっちゃんさん。お、しおりさん、さっきも書いた、3日間会場で青と紫のペンライト振ったよ、特に1日目のプライオリティと3日目のチャンジュンが最高でした。武道館の0番からの景色はどうでしたか、だって。なんかどんだけ見渡しても目が足りないぐらい、なんかすごい人が多いなって感じました。ごめん、コナミ。はい、しおりさん、ありがとうございました。本当に、なんかでも青紫のペンライトすごい多くて嬉しかった。全員が全員私のためじゃないかもしれないし、色違いだったかもしれないけど、それでも嬉しかったです。一ノ区のたけしさん、これからも応援するね、だって。もっともぎちゃんが活躍するのを楽しみにしています、だって。頑張ります、その期待に応えられるように。ありがとうございます。いや本当にね、コンサートではね、見ても見ても足り、なんか目が足りないぐらいたくさん。待って、終わり見えてきてる、龍だってギュッて言っちゃった。あ、そういうことね。葵さん、もぎさんの好きな時ずっとです、だっておもろい。本当にずっと好き。私も激おもんないだろう、さっきの美穂さんみたいに。本当にずっと好きでいてくれる、私が何しても。本当に本当にずっと好き、証明して。あ、道のくのたけしさん、呼んでくれてありがとう、だって。本当本当に好きかな、不安だな。この前で心に誓いました、だって。いつ、葵さん2枚です、ずっとですだってアホ、ごめん、ありがとう。ミスミンさん、ミズミンと似てるね。ミスミン、応援しています、頑張ってください、だって。ありがとう。ぜひこのジャケットも大事にしてもらえたら嬉しいです。ミスミンさん、あ、さんつけなさった、ありがとうございます。お、これまた強烈です。ちょっとお時間かかる、いただきますよ、お時間いただきますよ大きい声出すのやめて
怖い。読み方が分かんない。読み方分かんない。どうしよう。赤い5歳さん、もぎさんに出会って改めて AKB のことが好きになりました。一緒に頑張ろうね、だって。ありがとう。一緒に頑張りましょう。送ってくれてありがとう。また連絡するから今日は帰って。なんかそんな感じのセリフじゃなかった？ごめん、うん、ごめん、うん、ごめん、うん、ありがとうございます。一緒に頑張りましょう。あ、なんかすごいいっぱいハロウィン。ごめん、うん、ちかさん、ユーナモギオンのジャケットがあって大歓喜です。ありがとうございます、だって。本当だよね、なんか夢みたいだね。私がさ、だってユーナモギオン、その誘ってもらえなかったらさ、こんなことは全く起きてないわけでさ、本当に嘘みたいな本当の話です。ドゥドゥトゥン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 、チャンチャンチャン、はい。テテレッテンテテレッテッテテテレッテペペペペンペペペペン、通りカフェのテント椅子を重ね終わる夏。お、ここから私のことを2番目の女にした人たちのサインです。なんでわかるかっていうと、2時って書いてあるんですね。いいですよ、まだ2番目の女でもいいです。いつか1番目の女になれるように頑張ります。一部で撮ってもらえるように。そう、私のことまだ2番目の女にしてる人たち宛ての手紙を、手紙じゃないや、手紙だったら激おも。何言ってんの。音楽番組でもぎちゃんをたくさん見れることが幸せです。チャンジュンは今年一の最高の瞬間でした。ありがとうございます。これからも幸せの時間を提供してね、だって。高木さん、ありがとうございます。見てくれてますか。2番目の女だから自分の推しが、どうせ1番目の女が配信しててそっち見てんじゃないの。ゆみさん、2部もお疲れ様です。もぎちゃんの努力し続けて日々素敵になっていく姿が好きで尊敬しています。私ももぎちゃんを目指していて、いい女を目指したいと思います。とりあえず10月はスーパーカップをいっぱい食べます、だって。いい女になっちゃうじゃん、スーパーカップいっぱい食べたらね。えゆみさん、いい女計画頑張りましょうね、一緒に。でんでんでん、お、待ちに待った井出さんですよ。お待たせしました。先ほどから読まれないんじゃないかと不安があっていらっしゃいましたが、あなたが私のことを2番目の女にしたことによってこのような遅さになったというわけです。はい、2番目ではないです、だって。どうだか、もぎちゃんが選抜としてテレビで歌って踊ってるのを見るために泣いてしまう累戦じじいになってしまっています。でも本当にそれぐらい嬉しいです。あと先日誕生日でした、だって。10月4日おめでとうございます。まあみんないるから今は年齢聞かないといてあげるよ、今度教えてね。支払い忘れて一時で買い損ねた可能場合もあるよ、だって。だからそこなんですよ、ちゃんと支払い忘れないで、私のこと大事大事してよ。ほのかさん、だってカレンダーとか入れてくれたらいいのに、だってひどいやん。別に買わなくたってショールームは見れるしって思った人いる？ほのかさん、まあでもね、いろいろ事情はあったと思いますから、そんなことが今後ないようにぜひともグッズなりいっぱい買ってもくれたりとか、ちゃんと俺が出るイベントとか来てくれたらいいなって思います。もぎちゃん大好き、ほのか5歳。かわいい。親子で応援しています。ほのか母。
ほのかママとほのかちゃん、ありがとうね。見てくれてるかな。ちょっと遅すぎたね、夜。ごめんね。お待たせしました。こうやさん。初選抜おめでとう。ゆなもぎ呼んで時々出てくるもぎさんのピヨンが大好きです。もう2年くらい言ってないと思うけどね。10月4日が誕生日なので、大さこちゃんと一緒やん。武道館コンサートやリミスタはもぎさんからのプレゼントだと勝手に思っています。だっておめでとう、プレゼントだよ。もう間もなくですよ。あと5人、やば、あと5人だって。もうこうやってやられちゃったもん。5人だよ、5人だよやったね、すごい達成感やば。終電あるな、まだこれは。ミキさん、ミキさん、ミキちゃん、困りました。木体公園でもぎちゃんに心を奪われ沼にはまって数ヶ月、好きが止まらない毎日です。いい女もぎしのぶに出会えて幸せだ。これからたくさん応援しに行きます。選抜本当におめでとう。このサインは家宝にします。だってありがとう。死ぬ時棺桶に入れるぐらい大事にしてください。よかった、いい女で。よしひさん、僕のスマホは浴衣のもぎちゃんが壁紙なのですが、先日女性の後輩に画面を見られて、壁紙彼女ですかと聞かれました。これ浴衣の推しメンなんだけど彼女感あっていいでしょと聞いたら、はぁ、で終わり。その後話していません。悪いのは僕でしょうか。まあ確かに彼女ですかって言われたら彼女ですって言っとけばよかったですね。だってうちは付き合ってんじゃん。おとはちゃん、おとはちゃん、そういう世界線の話ね。うちの会社のアイドルおとはちゃん4歳はかわいい。うちの会社のアイドルおとはちゃん4歳は最近ダンスを習い始め、来年の春にはお姉ちゃんになります。だっておとはちゃん、おとはちゃん、お姉ちゃんになるのね。私お姉ちゃんになったことないから。いいお姉ちゃんになりますように、もぎが願いを込めてこのサインを送ります。さきさん、さきさん、言っとくけどあと2人だからね。ねビビってるっしょ、正直。あと2人って聞いてビビんなって。私が言っちゃ震えてんのよ。あんな山のようにあったさやつがさ、本当に終わるんやね。なんか終わるって思ったら終わりたくなくなってきちゃったかもしれないな嘘です。さきさん、初選抜おめでとうございます。もぎさんの選抜入りを実感するために嬉し泣きしています。武道館でのチャンジュン興奮しすぎて転げ落ちるかと思いました。大好きです。だってありがとう。武道館ね、角度すごい急だから気をつけてください。ありがとう、本当に。やばい、次がラス1だよ。え、これってさ、おにぎりくんじゃね。なんで入院してんの。おにぎりくん入院してんだって。また元気になってイベント参加します。だって、心配なんだけど。元気になってね。おにぎりくん見えてないかもしれないけど元気になってほしい。ラストです。おにぎりくんありがとう、応募してくれて。皆さん残業させまして申し訳ないとは思っております。この茂木忍、あー嬉しい。いや、この達成感ですよ、やっぱり。お疲れ様でした、ありがとうございました。後半の配信だけでもね、3000人の方が出たり入ったりのおかげで3000人もいてくれたみたいで、はあ、あ、なんかこれキャップな、ごめんなさい、私がキャップと、あ、ここにあった。ありがとうございました。初選抜祝いということで多分たくさん皆さん来てくださったと思うんですけれども、まあ、またもし次リミスター参加させていただくことがありましたら、きっとその時にはもっともっと早く終われるようになれてたらいいなと思います。本当に楽しかったです。とっても憧れのリミスターでした。え、終わりはこのまま終わっちゃって OK ということで、サインを書いた皆さん、ぜひ届くのを待っていてください。サイン残念ながら当たらなかったよっていう方は、この月末のお話し会でたくさんお話ししましょうね。久しぶりのリップグロスたくさん聞いてください。じゃあね、いいかな、終わって。え、これちょっと一瞬待ってくださいね、来ないで。
こうやってなんかギフトとかは読んだ方がいいのかな。ランキング読んだ方がいいのか。ランキング読みます。ギフトがなんかどれがなんだか分かんなくて、ハロウィンのやつが。じゃあ壇上13位から読んでいきますね。壇上13位、めっちゃ早くいくわ。13位フルール、12位ゆず、11位ゆみこ、10位みつみ、9位ひなの、8位パンちゃん、7位みく、6位いで、5位まに、4位めめ、3位ジョーカーズ33、2位よしき、1位あおい。継承略。じゃあねー、ありがとうございました。またねー、バイビー。